皆さんこんにちは。GOYOUの部屋ナビゲーターのゆうりです。今回は視聴者さんが教えてくれた NPC の生徒を操作できるようになるバグを実際にやってみました。前回同様、ウェディングドレスと警察官の衣装を使います。というわけで、まずは前回できなかったキャラで試してみます。 GOYOUの部屋メインキャストのアリサちゃんでやってみます。話しかけて運ぶを選択し、男の子のいるところへ行きます。男の子にキャラチェンジして女の子を運びます。するとこんな感じになってしまいできません。なので一度女の子に操作キャラを戻します。アリサちゃんを下ろしてキックボクサーの衣装に変えます。そしてもう一度運ぶを選択して、男の子にキャラチェンジして先ほどの手順を繰り返します。するとタイタニックポーズになりました。成功したので女の子にキャラチェンジして着替えに行きましょう。適当な衣装を選んで着替えると無事アリサちゃんになれました。前回と同じく NPC 本体は首なし状態になります。もちろんジェットパックや攻撃モーションは操作キャラと変わらずです。というわけで、この方法を使って学校の生徒も操作できるようにしていきます。ウェディングドレスに着替えて学校に行ってきます。1年1組の生徒でやっていきますね。誰にしようかな。ここは皆さんからのコメントでも多かった葵ちゃんでやろうと思います。運ぶで男の子のところへ連れて行っちゃいます。やはりこのままだとできないので、葵ちゃんにもキックボクサーの衣装を着てもらいます。運ぶを選択し、男の子にキャラチェンジして、女の子を運べば、バグ成功です。そして、女の子に戻って、衣装を着替えれば、葵ちゃんになれました。こんな感じで、自由に動かすことができます。これは嬉しいですね。この状態で、車などに乗ることもできます。男子生徒でもやってみましたが、キックボクサーに着替えさせればさっきと同じやり方で問題なくできました。まだ全員は試していませんが、ほとんどの NPC キャラを動かせるようになると思います。ぜひ皆さんのお気に入りのキャラでサクシミの世界を楽しんでくださいね。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。皆様のコメントもお待ちしています。ベルボタンを押せば、新着動画のお知らせが届くので、ぜひ押しておいてくださいね。